ロンパンの首を絞めたのが何の伏線でもないことに絶望したみんなの反応集。それではどうぞ。原作では結構優しめというかそこまで苦しそうな感じしなかったけど、アニメでは結構がっつり苦しそうで笑った。割とがっつり締められて苦しそうにしてる下等さん、正直なかなか見タイプだったのでありがたいです。明確に苦しそうにしてるのここだけなのも恐ろしいけど、こんな竜打って締められてたんかってアニメ見て思ったけど、こういう原作ありきの改編は最高に見応えあるからどんどんやってほしい。間違いなくこの下等の体が反応したのが今後結構大きめの伏線になってくるかなって思ってたのに、まさかまさかの作者コメントがこれですよ。これが伏線でもなんでもなく、ただ五条先生とのシーンの間にかませでは言ったトンボってのがエグい。どう考えたらそんなエグいこと思いつくんや。特にって言葉のあっさりとした切り方も苦しいし、もげたトンボとか結構エグい表現使ってるのも、これはもう作者が呪霊でしかないことの証明だ。そうだ、こいつら秋田とマッパはどこまで行っても呪いなんだが、ここまでぴったり当てはまるとはマジで、ただでさえメンタル死ぬ話なのに序盤からぶっ飛ばしすぎだろ。こんなの初めてだよって言ってたから、確実に下等と五条の私たちは最強なんだの言葉みたいなのが回収されるきっかけなのかなと思ってたら、そんなことは一切ない最悪の展開だった。呪術廻戦という作品に情けを求めるとダメージを受けるのはこっちだってことはもうここ最近よくわかったから、期待しない。いつまでいいようにされてんだ、つぶる。に関しては結構聞きたい人がいたシーンだと思うから、ここを最高のクオリティで聞けたのが良かったわ。中村さんの演技力が相変わらず光りまくってたな。あいつまでいいようにされてんだの言い方も完璧だし、それに反応するかのように動く体もめちゃくちゃ良かった。ここから中村さんの声がしばらくというか今期はもう聞くことができなくなるからな。悲しいわ。また封印後の世界で会いましょう。首絞められても楽しそうに分析して真人に見てくれって言いながら状況説明してるのもただものじゃない感じでまくってて、こいつに勝てるイメージが全く湧かないんだよな。術式は世界か、いいね素敵だ、じゃないんだよ。こういう何気ない発言とかが意外と伏線になってたりするのかなと思ってたけど、そうでもないのが呪術なのよな。でもこの術式は世界って発言は今週の少な五条の術式対象を五条悟るから世界へと拡張したっていう発言で、この時とリンクしてるのかとは言われてたよね。首絞められた時の笑い方とか、ハワみたいな感心してるけど楽しんでるみたいな不気味な感じがゾワゾワして最高だった。桜井さんやべえ、すごいな。初めてだよの時の声の表現とかがマジですごいと思ってる感じも出てるし、不気味さも見事に出ててとんでもないなと思いましたね。むしろ桜井さんの演技の本領はこういうぶっ飛んだ感じの役が入るタイプの声優さんだと思ってたけど、さすがに演技の質が上がりすぎてて驚いてる。おいするなら早くしてくれ、むさ苦しいって。原作通りの顔も可愛かったからそっちにしてほしかったのが本音だけど、アニメの顔も可愛いからいっか。むさ苦しいってセリフをむさ苦しいってちょっと改変入れたりしてたのも個人的にすごく良いなと思った。声優陣がとにかく素晴らしい。まあでも確かに目の前で術式は世界化素敵だねとか言い合いしてたらきしょいし、何見せられてんねんとはなりそうだから気持ちはわかる。マヒト五条の領域から目覚めた直後さりげなく目の前にいるピエロのこと向いてんてんしてるくね。ピエロが倒れていくのシュールすぎた。これ向いてんてんじゃなくてただ押しただけだと思ってたけど、まさかそんなエグいことしてたのか。いやでも真人なら全然やりかねないな。開門の時の口もめちゃくちゃエロかったけど、閉門の時の声といい、この表情といい、本当にどこまでも色気が溢れててしんどい。ロン毛ってのがまず色気の塊なのに、なんでこんなメロンパンってわかってるのに声の破壊力がってなってしまってるんだよな。封印後の獄門鏡が青色っぽい色に変わるのもめちゃくちゃアニメ勢にも原作勢にもわかりやすい演出でいいなと思った。わかる。
これ術者によって色変わるんかな。五条先生だから青色になったのかな。だとしたら他の人はどうなんだろうってのも気になった。おそらく誰が入っても灰色っぽくはなると思うけど目の色だけ変わったりってのはあるかもしれないね。五条先生の陸眼みたいな色になってたし。メカ丸が自分の死を先読みして保険をかけて封印後に蘇生されるって縛りを設けてなければマジで呪霊側に一掃されてたよな。こういうメカ丸みたいに戦場を的確に見渡して勝つためにこう行動しようぜって指示を出せるブレーン役の人がいないから術師側は常に後手なんよな。というか術師側に関しては五条悟がいれば前提としてまず負けはないって状態でここ十数年生きてるわけだしね。そりゃ五条いなくなったらグダグダになるわて話。情報を処理できないって漫画のコマで読んだ時もワクワクしたし、さすが五条先生と思ってたけど、アニメで処理できないをこの表現にしたのは天才。頑張って処理してるんだろうなってわかるのもいいし、泣いてることでめちゃくちゃ不気味さがプラスされてるし、こういう原作を邪魔しないアニオリは最高よな。イタドリがバッタのとこ出て合わせてたのとか、ああいうキャラの心情が反映されるようなアニオリは大歓迎。あとはこういう獄門帳みたいなの以外余計なことはするな。先週強すぎるんだよ君って言ってたけど、なんで陸眼持ちを殺さなかったんだっけ。それこそこの捕縛中でも殺せたのになと思った。下等は万全を期すために陸眼無加減と以前にありあって負けてるってのと、そうならないように次の陸眼は殺したけどすぐ生まれ変わったから封印って手法に切り替えたんだったと思う。陸眼と無加減は一人以上は生まれないからね。封印してれば事実上危険を排除できるからってことだと思うよ。耳なのに後悔するぞって言われた後に後悔はどんな味だったかなって座り込むのがなんかもう最高に格好良かった。語彙力。後悔はどんな味だったかってセリフもなかなか皮肉が効いてていいなぁと思ったな。物語の主軸というか、呪霊側の偵察とかがメカ丸の目線で動いてるのがめちゃくちゃいい。これは原作になかったからワクワクする。メカ丸の視界でマヒトたちを捉えたりしてるのがアニメならではって感じで最高にいいよな。そもそも今週は驚くほどテンポ感もバッチリだったから、そこが何よりです。来週以降もこのテンポ感を維持していってほしいな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。